バリッチ頑張れよ。なんだ、体のしびれはもう動けそうか。ああ、なんとかな。大丈夫だ。なら時間を稼いでやる。でも悩んでる暇はねえ。行け。でもなんとか俺はあんた、もし結果一応あれ本当に、いや、いい子の私にやってやるぜ。お前たちの力を見誤っていたよ、春日一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？半純儀まだやんのか。알았다남바는이진초에서반드시잡아소희남바와取り逃がしたとのことです。소희やったね。お前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば異人町は無種の地となり瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ、でもそれってクリーンな町になるってことでしょ。いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんた難波を探し続けるつもりか。当たり前だ。ナンバーまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて必ず奴を見つけ出す。見つけてどうする？もちろん殺す。どうしても？当たり前だ。じゃあ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り俺らもナンバを助け続ける。じゃあとはお互いの根比べだ。どっちが先に根を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そうムキにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもれねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。春日。は？今夜2時中華街の平安楼本店に来る。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すもその人間次第。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ。さあな、俺に分かるわけねえだろ。足立さん、夜中の2時までならまだ時間あるよ。ああ、ならそれまでに調べときたいことがある。何？ナンバーホームレスになりすまして半年間コミジュルを探ってた、そういう話だったよな。うん、孫悲はそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバーの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていればコミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか。ちょっと今さら何言ってんの。私も行くに決まってるでしょ。はい、どうもジャンコです。今回竜が如く7やっていきます。前回の続きで
第7章ホームレス街にある難波の荷物を調べていくということで、そうだね、難波がねちょっと思いもよらぬ方向の考えというかちょっとあの思いがあったからね、難波どうなんだということで、とりあえず難波がいたところに行きます。どうなるんだろうね、難波があの弟のために戦ってたなんてわからなかったからね。そんな娘らを連れてくる場所じゃないんだがね、ここは。村長、あ、村長、久々。村長、ナンバーはどうした？一番。あの、ちょっとトラブルありまして、それであいつの持ち物を調べたいんですが。仲間の荷物を勝手に漁るのか？ナンバーを助けるためなんです。ご理解ください。頼む。そうか。ふっ。なら何も言わん。おラッキー。みんな久しぶり。調べたらすぐ出ていきますから。お、難波の寝床ですね。あんな寝床だったんだね。なんだかもう懐かしい感じだな。ここだ。っていうか、汗、カビ？なんなのこの匂い。匂いがやばそうなんだね。ああ、なかなか強烈だな。何かねえか。難波の行く先の手がかりになるようなもん。ねえ、あの中とかは？お、古びた段ボール。パソコン？ホームレスは持たないよね。普通ホームレスが持ってるもんじゃねえ。ビンゴだな。そうなのか。どうすりゃいいんだこれ。何も映ってねえけど。大丈夫、私が開いてみるから。お願いします。開く？そう、起動させてみるわ。そっか、あ、一番は刑務所入ってたからね、ここ十数十年のことはわからないから、こんなパソコン見たときないんだろうね。起動？ちょっといいから黙って見てなさい。俺も苦手だ、黙って見てようぜ。みんな苦手。さちゃん、こんなの使い方わかんのか。ま、店の経理なんかも PC でやってるからね。尊敬した？はい、よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ん？いきなり怪しいファイル発見。偉人帳案件仮原稿だって。何これ。ファイルの中身を開いてみたいな。おい、あんたもパソコンわかんのか。ああ、さすがにお前よりかわかってるさ。なんだよ裏切り者。春日だけ何も分かってない。雑誌用に書いてた記事かな。作成者は秋葉誠一だっけ、正一だっけ、弟だね。お、難波の弟だ。ああ、偉人帳の裏社会ですられ続ける謎の偽札、噂の真相に迫る。ああ、記事のタイトルだねこれ。おお、すげえ。ああ、自民党幹事長荻窪豊。ここ見ろよ、初めて偽札の噂が立ったのは50年以上前だとさ。ねえねえ、これ本当かな。作られた偽札は与党の重鎮にも流れてたって書いてある。あー、やっぱ政治が絡んでるのか。与党の重鎮、名前は民事党の荻窪幹事長か。そっか、民事党か、自民党じゃないんだね。まあ確かに荻窪の地元は横浜だが、そんな大物がまさかな。ああ、こいつが一枚噛んでる可能性もあるってことか。ああ、大元はもしかしてここだったりしてね。荻窪さん、荻窪豊、どういうやつなんだ。自民党の長老だ。年齢ももう80は過ぎてる。めちゃくちゃじじい。とはいえ今の総理も荻窪の言いなりだって評判だ。発言力は絶大ってことだな。へえ、いわゆるフィクサーって感じよね。フィクサーって感じ。なんだかうさんくさそうにしか思えねえけど、確かにうさんくさいよ。いや、大物政治家にありがちなダークでスキャンダラスなイメージとは程遠い人物だ。だからこそ政治家として息が長く続いているんだろうがな。でも仮に偽札が荻窪に流れてたんなら、コミジュルは荻窪とつながってるってこと？あの悪称孫秘とも。だとしたらコミジュルだけじゃなく、ハンピン・リューマンの蝶も関係あるかもな。
あー、いろいろ関わってきました。あいつも原料の紙を提供して偽札作りに噛んでたんだろう。ただ正直記事の中これといった証拠が見当たらねえな。あー、そっか、憶測、まあ絡んでるんじゃねえのみたいな書き方だったんだね。この記事を世間の人間が読んでも根拠がない以上、偽札の件も荻窪の件も単なるゴシップ記事にしか見えないかもだよな。でもさ、実際私たちは偽札の存在確認したわけじゃない。だよな。ってことはこの他の件に関しても全て嘘とは言い切れねえってことか。でもさすがに荻窪と偽札のつながりは無理があるんじゃねえか。そうか、繋がりそうだったんだな。繋がりそうだけどね。そうだったんだ。どうしたの春日さん。そもそもナンバーは弟が書いてこの記事の内容を全部知ってたわけだよな。うん、だから俺のポケットから出てきた片面だけの偽札を見たとき、あん時はすっとぼけてたけど胸の中じゃ穏やかじゃなかったんだ。きっとそうね、弟さんが迫ってたことが噂話じゃなくて本当かもって思えた瞬間だもんね。多分希望も持てた瞬間でもあったはずね。ああ、そう、あのシーン冷静だったよな、ナンバー。だからずっと俺の近くで探りを入れてきてた。クソ、俺もっと早く気づいてやれれば。一番は何も悪いことしてないよ、ほんとほんと。でお前の持ってた偽札はコミジュルの女に取られたままか。あの女、孫妃持ってるままだ。そう、これから会おうって約束してたけど、ちゃんと会えるのかね。待ち合わせの時間は深夜2時だったな。もう眠いぜ。もう平安楼に向かった方がいい。もしかしたらその日が平安楼で会わせたい人間って荻窪か。おお、政治家が、まさかあるのかな。どうなっていくのでしょう。そしたら平安楼を向かいたいと思います。はい、ということで中華街に来たので、もう少しだね。平安楼はこちらになります。おお、あ、すげえ綺麗な景色ですね。めちゃくちゃ作り込まれてるね。そう、ほら、すごくないですか。なんか買っていくか。豚まんを買っていこう。お姉さんすいません。あー、一個ずつ買っていこう。甘栗も売ってます。これは回復アイテムとして後から使います。ということで、あ、ここか、平安楼来ましたね。ここだね。あれ、ここってあれじゃねえの、あの、荒川のおやすさんが、のお父さん、射殺されたとこじゃない？平安楼って。違うかな。平安楼か。ずいぶん高級店だな。飯くらいおごってくれんのかね。ご飯食べに来たならドレスコード的に、その格好は NG ね。なんでだよ、スーツだぞ。なんでだよ。それに入り口に書いてあったわよ。ヤクザの方および元ヤクザの方の入店は現金ですって。入れませんね。マジか。マジで冗談に決まってんでしょ。冗談かい。それにご飯食べに来たわけじゃないでしょ。そうだ、普段こういうこと、こういうとこ来ねえんだから、からかうなよ。俺は、俺の格好はどうかな。いやー、足立さんダメだろ。まず手袋外せよ、それ。どういう格好なの、足立さん。そうね、まあ一番と同じくらいダメね。足立さんの方やべえんじゃねえか。ちょっと、だからご飯食べに来たんじゃないんだってば。のんき。うわー、豪華な場所ですね。あ、やっぱそうだ、北京ダックあるもんね。本当にここだよな。誰もいねえじゃねえか。そんなビビった声出さないでよ。怖いの？元刑事でしょ。直近は何年も教習所。誰もいなさそう。で、そしてゆっくり歩いていく。高級店ってのが苦手なんだ。足立さんお金ないからね。定食屋が専門なんだな。何よ。さあ、どうなっていくんだ。すまん。時間通りのご到着ですね。いましたね。でも金髪先生。皆さんはもうお待ちですよ。別に遅刻じゃねえんだ。謝る気はねえよ。もちろん私に謝罪など結構です。とはいえ、どういう人々、方々がいるのかな。お待たせしていることはお伝えしておこうと思います。あの方たちって誰だよ。あの方たち誰なんだ。さあ、
どうぞこちらへ。こいつもこの黒いジャンバーでさ、熱そうだな。今ここに危険がないことは、反順義、そう、反順義だったね、こいつ。さっき俺らに銃を向けてたおめえに言われて、確かにさっきまでボコボコ戦ってたからな、こいつらと。ここは肉の壁の外です。先ほどとは状況が違います。いや、わからないよ。さあ、どうなる。トントン、入りなさい。お、孫飛の声かな。孫飛の声ね。だな。あとは難波と、あと誰かいるんじゃないかな。オープン。こんにちは。どうぞ中へお入りくださいませ。誰だ。お、んあー、あいつだね。蝶と、いや、あ、春日くん、あれじゃん、清流会の会長でしょこれ。蝶、あ、全員集まってるか。トップだ。清流会の会長とコミジルのトップと、ハンピン・リューマのトップ。うわぁ、肉の壁のトップですね。あのおじいちゃん誰だ。おじいちゃんじゃないよ。こら、やつは星野竜兵、清流会の会長だ。え、ということは、じゃあ、そう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 、ああ、偉人さん、偉人さんですね。そのトップ全員がこの場に揃ってるってこと。うわぁ、どういう会合。この中に春日は何しに来たって話だよね。どういう状況だ。燃えてきたぜ。どうぞ中まで。さあ、みんなすごい服装をしております。構想中じゃなかったの、この人たち。確かに。ああ、そのはずだ。おかしなとこでお会いしますね、星野会長。組織同士は構想が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないですか。何が始まろうとしてるのかな、ここで。俺たち3人が会うのは年に一度あるかないかだ。おう。だが、肉の壁の均衡を保つため情報を共有する必要があれば、へえ、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。すごっ。今下の門同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか。うちの清流会は若い者を二人蜂の巣にされた。そうそう、普通の街中でやられたからね。庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上、はあはあ、簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れた。じゃあそっちは下パワー放置ってこと。理由もなく矛は収められん。どうすんだよ。そういうこと。うちだって同じ。なるほどね。じゃあここ 何やってんだよ。本当に何やってるんですか。トランプでもやって。トランプ。そのアイディア。いいね。ふざけんなよ。トランプやってて。すでに人が死んでんだ。確かに。なのに、あんたらがここでこんな狙いごっこしてるって、下々の連中は知ってんのか。知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。熱い男。カスがよ。自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。お、でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは、頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としちゃ返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。おい、じゃあ、おいおいおい、どういう状況なんだよ今。ずっと睨み合って話が見えねえな。ってことですか。そういうことになるな。またいや、本当に死人だらけになってしまいますよ。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して、いやいやいや、分かったから。じゃあ話が進みますんで、本当に見えない。こっからどうなんだ。日本の構造から三権分立になった。うん、それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか。今さらここで戦後の話か。言うねえ、足立さん。あれ何かああ、そうだ。戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。戦後、
混沌に生まれたのが闇市。闇市。そこで初代清流会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたと言える。うん、ずっと昔からこんな感じのバランスだったの。中華街では中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争って、それで弾かれたのがハンピン・リューマ。勝利した一方は、今でも中華街で繁栄した。はいはい、知ってますよ。そして敗れたもう一方は、後にハンピン・リューマンとなる中国人たちだった。そう、コミジュルはどうやってなったの？ハンピン・リューマンは生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を清流会も黙って受け入れるはずもない、ハンピン・リューマンと清流会との間には当時多くの血が流れた。まあ昔からバチバチだったっていうことだね。始めるとやめ時に困らねえですか。春日退屈か。だが歴史を知らずに、あー偽札、話はできん。お前の持っていた偽札、めちゃくちゃキーアイテムなんだねこれ。もしかしたらそいつを承知だったんですか。承知だったんすか。コミジュルですられた偽札の日本円は全て俺の元に。どういうことよ、大犯罪者じゃんこいつら。清流会が全部裏で糸引いてたってことですか。どうなんすか。どういう意味だ。中国圏の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。だよな。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地はハンピン・リューマンで、収められるのが清流会。それを全て手に入れてるのが清流会。ああ確かに、全員グルだったってこと。あんたら全員グルだったのか。春日くん、結論急ぎすぎ、落ち着きなさい。いやいや、だって話が見えないもん。こっちはイライラしてんだ。そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だ。確かに。もともと関係ねえからな。殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。そうだよな。落ち着いてられっか。本当その通り。全くよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された円の最終的な行き先は俺のところ。俺のところじゃない。荻窪豊か、民事党だね。政治家か。政治家に収めてんのか偽札を。やっぱり合ってんじゃん、南波の弟の記事。民事党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか。そうだよな。なんでそんなこと。それがこの地の歴史だから。そう、やっぱ成り立ってんだ、そうやって。もう60年も前になる。偉人町の偽札作りを発案してきたのは荻窪。わあマジかよ。あの人が清流会の初代とハンピン・リューマンの娘へ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを、清流会とハンピン・リューマンへ。何のために。当時の荻窪は市議会。そうだよな、まだランク低かったんだよな。だがあの人はもともと偉人町を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人町へ流れ着いたハンピン・リューマンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ、偽札作り。荻窪はまずどうなの。ダメでしょ普通に考えたら。を持たせるため偽札作りの役割を分担させた。ほうほうほう。大陸から特殊な紙を仕入れるのは、ハンピン。中国からの輸入で、印刷と運搬は清流会という具合に。おう、あれコミジュルはどこ行ったの。作る方法はどっから入ってきたんだ。そうだ、その施策が偉人町の平和には必要だと荻窪は信じた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、すごい紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの。バレないのかな。絶対どっかでバレると思うけどね。今の出来が良すぎるだけだ。
そして荻窪はすられた金を警察連中にばらまいた。あー、まあ賄賂的な、逮捕しないでね的なやつかな。セリュカやハンピン・リューマンに渡したんじゃなくて、金を渡しただけで争いは減らん、根本的な解決にはならんのだよ、うん、ちゃんとその人たちが住めるように、そこよ、あ、警察とかにも目をつぶってくれみたいな感じなのかな。どうして警察に金を。彼の目的は警察を意のままに操ることだった。ほうほうほう。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。そして荻窪は警察に異人町のある区域を中心に、ある区域、取り締まりを厳重に強化するように指示を出した。ほう、治安の強化よね。いいことじゃん。いいこと、いいこと。偽札使って治安強化って言われてるの。確かに。単なる治安強化が目的じゃない。その区域で、はい、ハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、はい、すぐに警察が動き、このお金の流れをずっと続けようとしてるんだね。抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃハンピン・リューマンにはありがたい。誰も血を流さないで生活できるようにみたいな。結果その区域は異人町のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか。ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろう。まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。はいはいはい。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に、あー、じゃあみんなもしてもらうこともできた。もうヤクザというか、そういう暴力団関係と、あと政治家と警察、もうみんな、なんかこの関わってるんだね。こういう繋がってるんだ。清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。くそーなの。じゃあ なんかかなりのやり手なわけね。変なサイクル。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。ふん。荻窪から授かった恩恵を理解できたが。確かに。わかりますよ。わかりますよ。けどやっぱ人を殺されてるからね、こっちは。その恩恵は我々にも。恩恵って言われても。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われ。ほうほうほう。え？かつて韓国人同士が集ってジンゴン派出てたね。前過去作の龍が如くにはジンゴン派何回も出てきましたね。数年前までそのリーダーの影武者だった。ジンゴン派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに。ああ、そっか、カムロ町でジンゴン派って勢力高めてたもんね。だけど桐生一馬がボコボコにしてやったんだよ。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって、うん、ああ、だからこっちまで流れてきたってことか。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地を。ああ、そういう流れなんだ。しかし、身の安全だけでは生きていけない。うん、稼がないと。同胞の数が増えるたび、ハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあ、ハンピン・リューマンと戦争も？いや、そうなる前に、荻窪は手を打ったのさ。荻窪すごっ。はい、我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐ提案を受けた。そういうこと。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬよう、その監視も我々が命じられた。それが偉人町の至るところ。なんかすげえバランスで成り立ってたんだね、この偉人さん。ハンピン・リューマンと共にコミジルも偉人町の一角を担うに至った。そして偉人さんが完成したってことか。何とも言えないけどね。長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は偉人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、民事党幹事長の椅子を手にした。それで権力持って。そうだよな、もうここには横浜には手を出せないよね。そしたらそういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でかい話だな。でも感心しねえな。
所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと。お、怒られる。結果がどうあれ、やり方が間違っている。まあな、正論で言うとそうなると思うけどな。例えば警察はどうだ。警察も警察だよ、本当に。焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。いや、案、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。すごいなんか政治論みたいな話になってきたぞ。あんたは否定できるのか。どうなるんだこの後。そりゃそりゃはちょっとわからないですよ。そういう話はいいじゃないですか。確かに春日の言う通り。とにかく今教えてもらった話が偉人帳の過去ってわけですよね。で、一番はどうなる。俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は本当に本当に要は何です。本題に入ってくれよ。うん、そう、ナンバもいないし。春日くんのお友達ナンバくんは消えた弟を探すためにこの町へ。そうなんですよ、ナンバさんは弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。うん、そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。そうだよ。だからもともと難波くんは偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。あー、じゃあ排除されちゃうの。難波の口を塞ぐ必要がある。あ、そういうこと。口止めしろってこと。そんなことを俺に知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや。ナンバは見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃しては。あ、チャンスをもらえるってこと。だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心を。あ、そうだ、結局誰か胸ポケに入れたって話だもんね。その人物に免じてお前には目をつむろう。人物誰なんですか。誰がこの偽札を俺に。どうしても教えてほしければナンバを捕らえてこい。あ、そっか、ナンバ逃げたんだもんね。お前ら自身の手でな。そうだ、ナンバ逃げたんだ。そういえばお前ちゃんを。でもそんなことしたら。そうかい、カズガ。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りたいことなんざ何もない。そうだ、それで話はしまいかい。帰るぜ。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力を。そうだもんね、もう全員消滅だ。グレーゾーンは消えてなくなるんだ、ね。ああ、困るんだろうな。あんたらは。あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことだ。ほうほう。いや、まあわかるけど。説明したよね。肩持つってこ、なんかね、おかしい話だよね。ここに入ってこれない連中ってのは。登場会や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの。ああ。カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。ああ。そう来るかい。俺にはこの町に借りがあるってか。まず誰運んできたんだよ。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。そうだよな、またナンバに迷惑かけるしな。待て、断る前にもう一つ大切なことを言って。はい、何ですか。何です。ナンバにはすでに資格を放ってある。コミジュル。何だって資格って。はい、あー、ハンピンかい。ハンピンリューマンか。しょうがないじゃん。マジかよ、やられんじゃん。できる限り苦しまないように始末するよ。あー、おいおいおい。ただうちの子たち最近仕事が。もうやめてよ、そういう力技は。止めさせろ。もう行くしかなくなったじゃん。俺偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする。ほっといたらナンバは死ぬぞ。もう思うつばか、こいつらの。でも連れてきて殺すつもりでしょ。お前がナンバをつかめろ。ハンピンリューマンよりも先にな。いや、そんなこと言われて場所が。それなら私の方で。お、ナイスコミジル。この先はお前次第だよ。
カスが一番。うわ、なんだこの選択、俺に自分に任せられるの。教えてくれ。じゃあ行くから。どこにいるんだろう。ハン・ジュンギと話せ。教えてください、ハン・ジュンギ様。そのかっこいいボイスで。あ、ボイスなしだった。聞きたいですか、春日さん、難波さんが今どこにいるか。もうあいつを見つけたのか。いえ、目星はついているとそう申し上げました。まだ見つけてはいません。おい、見つけてねえんかい。ハンピン・リューマンも独自に難波さんを探しているはずです。難波はどこだ。おい、難波はどこにいるんだ。偉人町から出た形跡はまだありません。コミジルのシステムが照準を合わせているこの状況で難波さんが街を出るのは不可能です。何？じゃあ警察に行くとか。警察で駆け込むこともできないでしょう。どの警察官が裏で偉人さんと通じているか難波さんに見分ける術はありませんから。となると、私が難波さんならブリーチジャパンが格好の逃げ場と考えます。ブリーチジャパン、ここで出てくるの。え、ブリーチジャパンに。そうか、なるほど、あそこならかくまってくれる可能性もあるか。なのでコミジルでは今ブリーチジャパンの事務所に監視の目を増やさせています。マジか、あいつらのところにナンバ行く。ねえ、どうする。一番、俺たちがナンバを捕まえてきたらあいつはどうなる。私の判断することではありません。ですがこのまま放っておけばもうぶっ殺されるでしょう。そうだよな、早くブリーチジャパンの事務所に行かなきゃ。ここでまた出てくるのね、ブリーチジャパン。おい、頭使ってる場合じゃねえぞ春日。とにかくナンバを見つけねえと。なあ、ブリーチジャパンの事務所はどこに。馬車街道にある白陵ビル2階フロアが横浜支部です。ほうほう。はい、ということで白陵ビルに向かいたいと思います。ナンバーを探しに行きます。ブリーチジャパンよ、待ってろ。さあ、ということで着きました、白陵ビルですね。行きます。お、コミジル幹部来たか。ん、なんだてめえは。お前ら消しに来た。小汚い松尾とかいうホームレスと同じようにな。は？何これ？ん？松尾？ああ、コミジルに襲われて、雇われてスナックを襲った男か。ああ、あいつか。なんだって？お前松尾を殺したのかよ。ああ、殺されてたムービーあったね。何こいつ？何これ？新たなパートナーと手を組んでいる？新たなパートナー誰だ？謎の資格。わけわからんな。まあまあサクッと倒しちゃいます。ボウガン使いやがって。はい、一瞬で倒しました。クソ雑魚でしたね。めちゃくちゃ弱かった。はい、これかブリーチジャパンの事務所は。いいビル、2階のフロア、誰かいるね。光が漏れてる。そうか、今深夜2時過ぎだぞ。あの昔話聞いたからもう3時くらいになってると思うわ。さあ、ビルに入っていきます。2階に行きます。お、こんにちは、こんばんはか。誰かいますか。あ、いる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 。こいつこいつ。おい、誰だこんな時間に。どうも、久米さんだ。久米さんだっけ。急に押しかけて悪いんだけど。うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと。ああ、やっぱここに来たんだ。ナンバー一番、お前ここにいたんだね。まあまあ見つけられてよかったわ。あ、誰かいる、もう一人。ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。そうだ、ハンピン・リューマンのやつ。やべえぞ、一緒に逃げるぞ。ハンピン・リューマン、コミジルじゃなくてか。いや、ハンピンなんですね。こちらに来たのはあなた方だけですか。誰こいつ。あ、俺たちだけだ。誰、弟じゃないよね。難波さんにご用で。何、弁護士。こいつなんだ。誰だ、初めて見る顔だな。おお、これでもよくメディアに露出してるんですが、ね、メディアに露出してる。まだまだ認知されてないか。政治家。
誰？ブリーチジャパンの代表か。ブリーチジャパンの代表で。そうか、そういうこと。俺もテレビで見たことあるぞ。おお、みんな知ってるんだね。小笠原という。小笠原。このところ横浜支部を応援してました。ああ、支部長が久米で、トップがこいつか。グレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。おお。そこへ来てまさか偽札作りまでとは。あ、そっか、チクったんだナンバーが。もうナンバーから全部聞き取った。あ、ダメじゃん。ナンバーゲロったら結構やばいんじゃないの。あ、悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。そうだ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。ぶっ殺されるぞ。お前もさっさと逃げろ。カスが。ああ、そうだ、連れて行く気はなかったんだね。ナンバー。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。いや、ぶっ殺されるからだよ。コミジュルだけじゃねえ。清流会全部ゲロった。それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知ったナンバーに殺し屋を送り込んでる。となると仇だろうが、仇だろうが、何でもぶっ殺されるんだぞ。小笠原さん、殺し屋だなんてはった。いや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 、そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。口がうまいですから。いや、本当のことでしょう。いや、本当なんですよ。飲み込みが早い小笠原さん。最初あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、いやいや違いますよ。肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は？殺し屋？少なすぎるって何の話です。何の話？めっちゃ焦る久米。やれやれ、久米君はまだことの次第を分かっていないんです。おー。ですが無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え？確かにこの事情を知ってたらあんなに責めれないよね。一体何の話を。撤退してくださいなんて言えないもんね。本当に確かに仇なのかな。もちろんですよ。なんか内情をめちゃくちゃ知ってるよね。普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。あ、さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか。ラオマ。ラオマは、マブチ出てくんの。ラオマ、どういうこと。はあ、ここでなんでこいつ出てくんの。マブチが意味わからねえな。なんでここに。なんでここに。ここは任せてもらっていいですよ。代表。うちはアフターケアも万全です。どういうこと、全然読めないな。我々はこれで行きましょう。え、ナンバーも一緒に行っちゃうの。おい、ナンバー。なんなの、なんなの。偽札のことはもう全部この人たちに。ああ、もうお前言ったんだね。俺は弟を見つけてるだけだ。ああ、まあ固い決意があるからな、ナンバーには。小笠原さん、私はどうして。ダメじゃん、久米。なんでマズブチがラオマーがいるんだ。間違いなゴミにお似合いの最後をくれて。はあ、ここで終わってられねえや。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。確かに本当にマジで謎。安心しろ。うちのボスですら知るわけね。ボスですら知るわけね。こいつはこいつでなんかやってたんだ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。うわあ、来ました。清流島っぽいやつ。うわー、みんな強そうだね。まあこれも勝てるでしょう。影縫い、影縫いじゃね、全体攻撃していきます。はい、サクッと倒していく。さあ大ボス登場、マブチ。使い方それで合ってんのか。いやいや、こんな狭い室内でそんなもん振り回したら。マブチ、アキラ、やっと出てきやがったな。やっと出てきたな。あのナギナタみたいな武器。ナギナタ、あれは三国時代関羽が持ってた武器ですね。三国武装、関帝名の関羽の像も持ってるやつだ。清流刀だとしたらとんだ勘違いやろうぜ。奴のプライドをあのボロごとへし折ってやろうぜ。へし折ってやろうぜ。あいつの無双ゲージがたまる前に。よし、いざ。
オッケー、倒していきます。最後完璧でしたね、必殺技。さあさあラオマ、なんでお前はここにいたんだよ。いやマジで謎だね。まさかブリーチジャパンと絡んでるとは。こいつ、おいどうした、まだ野々宮さんの分が残ってるぜ。こいつはすげー、聞いたぜ。うわまだ生きてるよちゃんと。なんかこのパターン、次元爆弾とか持ってそうだよね。爆弾のボタンはここにあるみたいな、もう押したみたいな。おれいってー、あーいってーだろ。なんなの、嬉しそうな声して。本当に気持ち悪いな。うちの店長殺してくれたじゃねえか。そうだ、殺したな、殺した。なんなんだこいつ。殺してやったよ、清流会とドンパチするために。言われた通りにやっただけだ。言われた、誰から。だって長からは言われてないんでしょ、トップからは。さっきここにいた、あいつ小笠原ジャパンの代表、小笠原。はあ、あいつも絡んでんのやっぱ。あいつが店長の殺しをお前に、何が狙いでそんなことを。どういうことなの。小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。そのものだ。ん、なんだと。荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すこと。ああ最初からもう小笠原の狙いだった。そのためには幾の壁に日々を。じゃあこいつもあれだね、裏切ったってことか。ハンピンリューマー、穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの。いやまあことの発端としてはね、小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。なんなんだ、小笠原もやべえやつだな。なんなんだあいつら。いや本当に、待てやマブチ、連中に頼まれたとしてお前はなんで引き受けた。偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある。そうなんだよ、どうせブリーチジャパンがかくまってやるとか言われたんでしょ。小笠原、ほらな、でかいバッグがついた。その気になれば俺はブリーチジャパンになるとか言うんでしょ。脱線、白いスーツ着やがって。偉人さんも陸の壁も、やっぱこいつそうだよね、反乱軍的なやつだね。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくる。は、兵隊、ブリーチジャパンの。ブリーチジャパンのか。そうじゃねえ、まだわからねえのか。オウミとか登場かい。あ、ブリーチジャパン、オウミか。マジか。だーどんどんつながってきますね。荒川真澄になるんだ。なんだと。ああそうだね。ああ。俺はこんな狭い町で終わりやしねえ。おめえ、おやっさんの名前を口にすんじゃねえ。てめえと一緒に語んな。そうだよ。うわー、なんかどん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 つながってきてるね。近江連合がこの町にも来るの。そこんとこ、うわじっくり聞いてみようじゃねえか。小笠原の野郎にな。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちに入ってた。逃げてないか、まだいるのか。分かってる、行こう行こう。さあどんどん闇暴いてやる。お、難波登場、久米さん登場。お、奥からも外へ出られたんだ。はあ、小笠原ならもう出てった。あれ、ナンバーはなんでここにいんの。ナンバー、お前はどうするんだ。ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。はい、コミジルもぶっ潰してくれる。はい、俺の弟も見つけ出すかもしれない。まあな、そうなるだよな。俺らにはできねえ系統だよ。うん、なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやった。そうだよね、わざわざ仕事を辞めて多分ホームレスになったんだからね。どこに行った。もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番、ナンバ、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい、どっかに隠れてろ。うん、さっきマブチが言ってた、
明日大海が来るってことはおやっさんも来んのかな。そう、さに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ナンバ、ねえ、なんちゃん、気持ちはわかるけど私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら、なんちゃん、うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。そうだ、はあ、でもな、いやー、こっち側につくのか、ナンバーは。弟にするにはこいつらの力がいるんだ。だよな、な、難しい状況だ。本当に行くのか、行っちまうのか、ナンバー。止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。覚悟は決まってるって感じ。お前にそんな真似するわけねえだろ。仲間だぞ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。うわ、復活して帰ってたわ、あいつら。ナンバー、一番、ちょっと気持ちはわかるが、そうだよね、立ち止まってる場合じゃない。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ、チャンスだろ。一番、やるしかねえぞ。ああ、そうだね。さあ、向こうの部屋には何があるのか。そして明日には、大見連合が兵隊を連れてこっちにやってくるということで、どうなっちまうんだ。マジでどうなっちまうんだ、まだ読めないということで、今回はこんな感じで終わっていきます。次回マジでどうなるんでしょう。バイバイ。